オイラスブルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シ,シュバーベン行政、関区のアイハハイコールフリートベルク軍に属す、町村で、ダージング行政共同体を構成する、自治体の一つである。この町は、公式には11の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。オイラスブルク上この町は、 近隣の丘陵型の墳墓が示す通り、紀元前200年の春した時には、定住地が設けられていた。地名は、教会の山と関連している。この山の上には、上司がありの中に、ロマネスク様式の、聖十字架教会があった。現在は、この裁判室が拡大され、教会となっている。オイラスブルクは、バイエルン選定綱領,領のミュンゲン会計局及び、 フリートベルク裁判所に属した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって現在の自治体が成立した。1760年の郵便馬車の宿駅の設置によりオイラスブルクは再び歴史書に登場することとなった。宿駅には40頭まで馬をつなぐことができた。ミュンヘン・ダッハウアウクスブルクという定期馬車路線が設けられ、 この街は、賑やかな宿駅となり、業者、宿駅、旅行者らの金で潤った。この交通路は、片田中の生活と、世界とを結んでいた。当時の有名人もこの街を通過していった。1777年に、モーツァルト、教皇ピウス6世、1782年には、マックス・ヨーゼフ1世が、宿駅の大長に記録されている。 1846年に、蒸気機関がこの宿駅の終わりを告げた。これ以後、賑やかな郵便路は、さほど重要でない街道に衰退していった。1911年、最後の郵便馬車が通った時、オイラスブルクの人口は700人ほどであった。これより以前、王立旧社長、イグナーツヘッケルフォンミュンヘンは1823年に、学校を創設していた。 オイラスブルクは、隣年とある、レイロスバッハとの学校併合を拒否し、7年後に、独自の学校を建設した。1990年に、町の北郊外に新校舎が建てられた。町長は、2014年からパウル・ライトマイヤーが、務めている。町議会は議長を務める町長と12人の議員から、なる。図柄、強壁型の境界線で青字と白字に、上下に分割。 上部は金の郵便ラッパ。下部は斜め十字に組み合わされた赤い斧と赤い鍵。ありがとうございます。